板倉から田中碧がちょっと後ろに下がってボールを受けて遠藤航、ここに厳しくプレッシャーに行く南アフリカさあチェンジオブペース、そしてこの仕掛けというところでどうか、どうでしょうか。田中碧、切ってもいいわよ別に、上がったこれもこう切ってもいいのよ別に、うん、まあでも切らなくてもいいけど全然、それはそれはそのまま模様なんだから、せっかく残した、あとなんかほら寂しいからちょっとこのこの中から選んでね、こうやってこっちにしてこっちしてこうするようなね、うん、ここでなんかいいよね、うん、なんか他の紙使う、もう少しちょっとここあ、いいじゃない、うん、ここ今これ本当にね、うん、いいんじゃない、うん、それその方がいいと思う、私も先ほど逆サイドからでしたけど、先ほどかなり近かったですよね、うんうん、あら、丸くなっていいわ、こうなって、こっちがね、うん、張ってたんだからここ飛び出さないように気をつけてね、これ取ってはじゃあそれくらいにすれば、うんうん、でこれにして、うん、ちょっとの感じでちょっとこれにしちゃってね、うん、でこれをこっちに、うん、そうするとね、じゃあね、なんか使って、あ、それ使ってみる、これとね、この中にあるよ、いろいろ、これ、これと人とこれか、うん、この中から出してどうかな、こっちがどうだかな、しかしこちら南アフリカも本当に集中した守備で日本の攻撃をここまで防ぎ続けてきています。どっちにしようかな、逆に日本はいい形で攻撃しながら、上にそれでもう少しね、ちょっとスピードがなくなる攻撃になりました、ここにまたね、あ、なんかつければいいね、そう